します。お願いします。みんなが寝静まってるに、こうスマホたちを指揮者のように操る。はい、じゃあスタンバイします。わかりました。よー。はい。フィルム始まる。よー。はい。フィルム始まる。これまでのどこもより。わかりました。はい。よーい。はい。喜んでます。よーい。はい。喜んでます。喋れるなんて。呼びかけながらやって。わかりました。こんばんは。よー。はい。そうそうそう。くるくるくる。いけ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 。こっちもこっちもこっちも。タンタンタン。カット。用意せんの。せーの。こんなの子も待っていた。はい、ストップ。よーい。はい。いるも。スマホ代3ギガまでならこの価格。みんなこんなドコモを待っていたでしょ。月々のスマホ代を抑えたいあなたはきっとこんなドコモを待っていたでしょ。あ、そうですね。ちょっと下めに、はい、もうちょっと上でいいかもしれない。はい、その辺で大丈夫だと思います。なんとなくそこで、多少は後で直せるんで。はい、わかりました。はい。今動かない。はい。いるも。こんばんは。これでした。よーい。はい。よーい。はい。はい。カメラタイミングちょっとだけ遅らせていいですか。はい。いきます。よーい。はい。おお。カット。いけたんじゃない？いけた。お願いします。はい。ですよね。いろいろバレてる。はい、オッケー。すみません。昔どうも。いろいろバレてる。この技いけるかも。ちょっともう一回でいいですか。お願いします。いけるかも。はい。よー。はい。カット。カット。はい。よー。はい。カット。カット。青い布広げるのプロになった。青い布プロ。広げる。はい。ありがとうございます。もうかぶせるのまでいけちゃいました。ですよね。よかった。このナレーション出力をもちまして、伊佐田聡美様はオールアップとなります。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。でもたった今撮ったシーンなんですけど、このパサッのみんなのスタッフの皆さんとのやり取りオンエアでは分からないと思うんですけど、この私が脱ぎ捨てたこの青のドレスの先までも見てほしいっていうぐらいすごく綺麗ななんていうんでしょう、絵を描いてるので、ぜひその隅々まで見てほしいですし、スマホの中のシーンがあるんですけど、それもすごくこだわっていろいろ撮っているので、しっかりと見てほしいなと思いますね。すごく嬉しいだろうなとすごく思いました。スマホとの向き合い方って本当に人それぞれですし、より多様化されてますし、だからこのイルモをもう心待ちにしていた方、こういうの待ってたと思う方もいらっしゃったら、もう本当に喜んでいただけるなと思って、私の両親もそうなんですけど、電話が多いんですよね。だから電話をよく使う方だったりとか、もしくは Wi-Fi 環境が整っている方だったら、あれ意外と3ギガ未満じゃないって気づくと思うんですよ。だから一度見直していただいて、あ、私このプランの方が絶対にお得だと思うって、この CM で伝わったらいいなと思いますね。まず2つあって、1つは絵本。子供はもちろんそうですけど、大人の私でも読んで、すっごく心に刺さるというか、もう感動したり、もう突き刺さるように心動かされたりとかして、飾っても素敵ですし、読んでもハッとするし、もう何度も何度も読みたくなる本ってたくさんあるんだなと思って、すごく最近とてもいい出会いがたくさんありますね。本のすごくおすすめしたいのが「ザ・ミッシング・ピース」っていう、この一つの絵本と、それに対になってる「ザ・ミッシング・ピース・ミーツ・オブ・ビッグ・オー」っていう絵本が2つあるんですけど、もうその2つが本当に深くて、考えさせられて、なんかもう人生の基本になるようなくらいハッとさせられるような絵本と出会うことができて、すごく嬉しいなって思いました。あとレオ・レオニさんっていう方の絵本があるんですけど、その方の絵本は本当に好きですね。なので何冊も持ってます。もう一つはオンライン診療。スマホでいろいろ写真撮ったりとか登録とかもあると思うんですけども、それも一瞬でできちゃうぐらいすごく簡単なんですけど、並ばなくていいし、もうすぐ雨の日とかもうすごい辛い中外出なくていいしで、辛い中画面でフェイストゥフェイスでこう見ながら励ましてくださって、見てくださって、でなんかこんなに手軽に診療してくださってっていうのは、もうすごい今の時代だなと思って、すごく助かってますね。いやもう確かにスマホがなかった時代、想像するだけでゾッとしますよね。もうなくてはならない、もうほんと生活の一部ですからね。最近の話なんですけど、最近デビューしたことがありまして、スマホ丸々デビューなんですけど、スマホで初めて漫画デビューしました。いや漫画は紙でしょって思ってたんですけど、いやもうサクサク読めると思って、もう次続きはって思って、もうびっくりするぐらい課金してた。本当にと思って、しかも課金の仕方もすごい楽だし、まんまと思いながらすっごい読んでますね。なのでなんかよくあるじゃないですか、スマホで漫画読むって。コマーシャルとかでも友達とかもよくやってたんですけど、全然なんか遠かったというか。ですが最近デビューしまして、もっと早く知りたかったと思うぐらいすっごいお世話になってます。つい最近やっとショートカットにできました。もう一度ショートにしたんですけど、私はそれを続けたかったんですけど、映画の監督に伸ばしてほしいと言われて切った直後にえっと思って、切切りましたって。でも随分経ってからの撮影だからっていうのでずっと伸ばし続けて結構なロングまで行ったんですけど、でつい最近までその吉田監督の「ミッシング」っていう映画の撮影が終わって、その翌日にバッサリ来ましたね。シャンプーもトリートメントもこうドライヤーかけるのも本当に楽になったので、こう生活の中でのストレスっていうのはかなり減りましたね。でもやっとショートカットで今生活できております。イルモの CM に出演させていただいております。電話が多いなっていう皆さん、もしくは最近だとリモートワークをされていて Wi-Fi 環境が整っているなとか、あと車用に2台持ちだよとか、そういう方はもうすぐにでもイルモに契約していただいたら本当にお得です。なのでぜひ見直していただいて、ぜひすぐに行動に移してもらえたら嬉しいなと思います。この機会にぜひ